なんだこれ。え、すいません。何よこれ、ゲームオーバーかな。ゲームオーバーだ。よくないよ。バンバンや都内に支部ができるってことすごい。なかなかないよ、このユニットで。嬉しいね。ここでももっとどん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 大きくなってくる。そうだね。なんだったらここ増築してもいいからね。確かに増築するのもいいしよ。まだ入ってないでしょ。内見してからね、決めよう。確かにここでないかもだしな。確かにな。これから内見の方を始めていくんですけれども、皆さんが内見するということで大家さんに事前にお電話したんですが、ちょっとお電話がつながらないので、ちょっとブルースですね。はい、こちら1階部分が大家さんのお住まいなんですけれども、2階部分は鍵は開けてもらってますので、はい、じゃあ。はい、皆さんのお部屋2階になりますので、じゃあ進んでいただいて、右手の部屋にお入りください。はい、あ、右手ですね。はい、あ、でも雰囲気結構ありますね。趣があるというか。ねえ、これバンパイア用にこれ閉めてくれてるのかい、間取りの。ああ、気が利くね。うん。これは灰にならないように。はい、こちらですね、4.5 畳、押し入れ付き家賃3万円のお部屋になりまして。あ、ここが部屋ですね。はい、そうです。いいじゃん、これ。落書きが残ってます。落書きなんだ。かわいい。ここにも黒電話ございますから、はい、お使いいただきます。あ、それ使っていいんですね。はい、大丈夫です。あ、ここがキッチンですかい？あ、ここがキッチン。これそうなんかい？これ洗面台とか？トイレだ。そちらでただいま水のタンクが壊れている影響で使うことができないようです。あ、そう、本当だ。壊れてる。こちら 4.5 畳仕入れ付き家賃3万円のお部屋なんですけれども、この場で即決していただきましたら、私3万円のところを皆様で1万円に。そうですか？本当ですけれども、ここしかないもんな。じゃあ契約します。あ、ありがとうございます。ちょうど決めたから、もう今週。確かに。決定。ではですね、私、先ほどお見せしたのがですね、誓約書の方になっていまして、私、次、契約書をちょっと、事務所の方に取ってまいりたいと思いますので、こちらでご封書書をお待ちいただいてよろしいですか？あ、そうしました。では、すみませんが、ご封書お待ちください。ありがとうございました。いや、もうハッキングでもあるかなと思ったけど、すぐに決まってよかった。よかった。契約するって言っちゃったけど、よかった。私の会社にすればいいですからね。すごい重要なこと言うの忘れちゃってて、ですね、2階のこのお部屋ピンポイントで漏電が起こるらしくてですね、非常用のライトも準備してるというのを聞いてたんですが、2階のどこだったかちょっと覚えてなくてですね。覚えてないの？はい。なので申し訳ないんですけど、暗いなと思ったらこのライトを2階のどこかに置いてあるので、探していただけますか？はい。わかりました。非常用だから、まあ、使うことも。まあね、非常用だからな。え、言った。あ、漏電だからね。そうか。じゃあ待ちますか、ゆっくり。ねえ。なんか、停電の時ってちょっとワクワクしません？もうガタガタ言ってないですか？そうですね。水漏れかな？なんか言ってる音がするんだけど。ちょっと誰？ちゃんと、乙姫つけて、乙姫。トイレじゃねえのよ。違うの？違うに決まってるな。それがさっきね、1000年ぐらい前にあった海中で。今なんかディアザメンって言わなかった？家に返して？あら。家に返して。黒川さんじゃない？黒川さん？いや、春日さん。春日さん？メイド助けてよ。春日の声か。いや、違う。うるせえ。ああ、流れた。ダメだよ。うん。我々いるけど。ああ。藤井先輩、ゆざま。え、止めに行く？止めに行くちょっと。止めに行った方がいいですよこれ。本当？もうちょっと聞いてよ。聞いてよ。ワンチャンほらワンチャンあるから。何のワンチャン？でも動くなって言われたから。あ。あ、で電話？電話取っていいのかな？あ、軽くなったから行っていいのかな？じゃあ先行きますか。失礼します。さっきの何だったんだろう。もしもし。あ、警察の方ですか？今悲鳴は確かに聞こえたんですけれども、警察に言わないでみたいな女の人の声が聞こえて、で、男性の声が聞こえて、なんか殴るような音が聞こえてはきたんですけど。すごい、説明が上手。いいこと思いついた。何ですか？今からお前ら全員閉じ込めてやるよ。マジか？少し遊んでからいたぶって殺してやるよ。やばい。大丈夫。できすぎた。なんか緊急用のライトとか欲しい。緊急用ライトここにあるんだな。さっき見つけたんだろ。あった？これがあれ？つかない。え、電気つかない？つかないね。電池入って、ああ壊した電池。壊した電池。電池があるのかな。残り25分。何？25分。どうすればいいの？ちょっと4人で手分けして探しませんか。3人とも。はい。1階に続く扉が開いてる。テレビを見ているらしいですね。ここも開いてるわ。あ、ここは鍵があるよ。なんか生首あるんだ。生首だ。殺人鬼が動き出したかもしれない。空っぽじゃねえか。食料調達しねえとな。おい、まだ2階にいんのか。いないってことあるから戻ってくるかな。でも伏見先輩はどこに？食べられちゃったんだ。食べられちゃった。おいなりさん。美味しいからね。美味しかったね。いや、いつ動くか分からん。このまま俺1時間ぐらいずっとこうしてよから。だって、殺人鬼も多分、コンビニとか行くでしょ。はい。どこ行っちゃった？そこなんないですか？ほら、探そうよ。あ、首です。ほら、首だよ。例えば2人に任せて、俺たちはじゃあ開けに行きますか。よろしくどうぞ。再生。隣が黒川さんだったよね。うわ、なんだこれ。ここ黒川の部屋と右が黒川さんの部屋っぽいが。どうだろう、大丈夫か。先輩たち大丈夫かな。この家が僕の人。嫌だ。ああ。見た。すいません。ああ。勝手にかい。そうですよね。ああ、すいません。許してください。はい。一回に降りろ。わかりました。はい。いいぜ。はい。今時逃がしてやろう。本当ですか？逃げたいです。逃げたいです。全然逃げたいです。出口まで案内してやる。本当ですか？ありがとうございます。はい。わかりました。丸腰です。はい。あれ、出口なんですか？あそこにドアがあるだろう。ああ、そこですね。はい。いいんですか？僕だけなんか特別扱いしてもらっちゃって。閉じ込めてやるよ。あきゃ、わかっていたじゃないですか！ちょっと楽しんでやがれ。お金もいいんだろ。それがあいつのやり方か。藤見君捕まっちゃったけど、これどうすんの？助け出していいの？一回の風呂場って。いや。探索は3人に任せますから。俺はちょっと水遊びでもしてましょうかね。うわ、めっちゃ真っ赤だよ。やばいって。絶対もう最悪この獲物でどうにかなるかな。あ、様子を注意して。仲間がどうなってもいいのか。帰ろうかな、怖くなっちゃった。はいフロアス、ここにいたんだ。いやー、よかったよかった。ヴァンパイアがね、一緒に、助けようって言ったんだ。いやー、よかったよかった。一人しか隠れないって限られないところに行くからじゃないですか。そうなの？いる。隠れましょうよ。そこまで止めやがった。誰か逃がしやがったな。なんてっぽいな。玄関に鍵はかかってんだよ。上に行ったっぽい。まさか押し入れの中か。のかねえな。こっちか。気のせいか。隠れるのうめえじゃねえか。褒められた。見てもらうよ。褒められた。言ったぞ。じゃあ誰かここで隠れてみるっていう感じで。あ、いいね。じゃあ俺たち2人は。じゃあヴァンパイアここで。じゃあさん。じゃあ私の方よ。頭。何が探してんの？何が探してんのか。いや探してないです。早く会えろ。お風呂場。すいません。おとなしくしたのいいな。逆らったらどうなるかわかるか。死ぬってことですよね。当たり前だから。そうですよね。生きたまま腹渡引きずり出してやるよ。おとなしくしてたら優しく殺してやるからな。捕まっちゃったのかな。捕まったっぽいな。ここで俺たちの人生はここで終わるのか。ああ、やだよ。生きてるの。鍋さやりたかったけど、うちらが鍋になっちゃう。生きた腹渡でな。もつ鍋かなじゃあ。もつ鍋だよ。何してんの？見つからないうちに早く早く。見えない数字が。ライトある？ライト出してあげて。そろそろ時間がないから巻きで。え、開かないぞ。え、こっち。その後にやがったな。誰か助けてんだろ。ああ。こっちに来い。ほら。ちょっと。ほら、会える。怒られちゃった。会える。怖いね。怖いね。わあ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 。外でどういうか。出たい。出たいって。うん、出たいって言ってる。出たいが。出たい。鍵の場所教えてやろうか。教えてくれるって。嘘だよ。やばいやばい。ああ、これゲームオーバーかな。よくないよこれ。そういうんじゃないか。常習犯で逃げるなって言ったよな。ごめんなさい、私初めてです。はい。お前らいい目してるな。目玉えぐり出してやろうか。さすがにな。くり抜かれたら外に逃げられねえもんな。次逃げようとしたら本当にえぐり出してやるからな。ああ、待っとけ。はい。2階へ来いで。どうする？男が2人じゃないよ。ヴァンパイアだよ。失礼します。うん。おい、声が似てた。さっきはシムがびっくりしてたんで。見えない手元が。今の？ほら。開いた。開いた。音が少しある。やばいやばいやばい。あ、ゲートゲート。これすぐすぐ。ああ。みんなどうだった？なんか、まあ安いけど、はい、ここはルームシェアしてる人はちょっとやばいよ。ちょっと声も使えないし、怖い。まあ残念ながらここはね、部室にはできないそうですけども。そうですね。またね、他のところもあるからたくさんね。タワマン見に行こう。タワマン。タワマンか。タワマン分けられるけんでしょ絶対。分けられるしかねえから。それは見に行かないと分からないよ。まあおかげのね活動ということで、まあでももう一軒行くか。もう一軒こっちにやるから。そうなんですか。はしごなきゃ行こう。はしごなきゃ。もうこれこれで。夜はこれからだ。イエーイ。はい、ということで皆さんミッションクリアおめでとうございます。ちょうどバッテリー切れだ。折り方のうちの方が出た。3回も使わったんだよ。もう内見なんてゴリゴリだ。ゴリゴリだ。